今回は最強の人口2万人未満の町村はどこだ、いよいよ決勝戦をお送りしていきます。決勝戦のカードは福崎町、宇多津町、豊山町、久美山町の4つの町です。1試合目、実質交際比率は久美山町が圧倒的に優秀、時点の豊山町もマイナスです。製造業現金給与総額は久美山町が他を圧倒、県庁所在地と比較しても下に5都市ぐらいいる水準です。時点には福崎町です。農業畜産は福崎町がわずかにありますが、他データがなくノーカウント。人口密度は豊山町が僅差で宇多津町を上回る、政令市の中位ぐらいの水準となります。小売業従業員数は久美山町の圧勝、2位は僅差で豊山町が入る。建築床面積は福崎町の圧勝、2位は豊山町。久美山町が豊山町に競り勝ちです。2試合目、教育学習支援業売上は宇多津町が福崎町を上回る勝利、県庁所在地最下位の鳥取市の半分以上の数字となります。再度出た人口密度は豊山町。飲食店数は豊山町が多い、2位は宇多津町。再度出た建築床面積は福崎町。製造業アルファ価値額は豊山町が2割弱多い、岐阜市や鹿児島市を上回る水準、2位は福崎町。小売業売り場面積は豊山町、2位は1割差で宇多津町。豊山町の圧勝、2位は宇多津町。3試合目、建築床面積は福崎町の勝利、実質交際比率は久美山町の勝利、医療福祉売上は久美山町の圧勝、2位は福崎町。歯科医師数は宇多津町が多い、2位は福崎町と豊山町。飲食店数は豊山町。農業畜産はデータなし。大接戦を制したのは豊山町、2位は久美山町。第5試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。序盤戦は豊山の強さが一歩抜けている印象です。しかし久美山、宇多津、福崎も大差ではないためまだ分かりません。4試合目、製造業アルファ価値額は豊山町、1万人あたりの交通事故の少なさは福崎町、2位は豊山町。昼間人口密度は豊山町の解消、2位は宇多津町。過重地昼間人口密度も豊山町の解消、2位は宇多津町。地方税は久美山町の勝利、2位は豊山町。情報通信業売上はデータ不足、豊山町の圧勝、2位は福崎町と久美山町。5試合目、過重地人口密度は宇多津町がトップ、2位は豊山町。建築工事費は福崎町が圧倒的、2位は豊山町。出生数は宇多津町の圧勝、2位は豊山町。卸売業従業員数は豊山町のダブルスコア、2位は久美山町。小売店数は久美山町が多い、2位は福崎町。農業講師は久美山町の圧勝、2位は福崎町。大接戦を制したのは豊山町と久美山町。第5試合終了時点の順位、豊山の強さが止まりません。2位争いも久美山がリードを広げています。福崎と宇多津は巻き返したいところですが、どうなるでしょうか。6試合目、経常収支率は豊山町が圧倒的、2位は僅差で久美山町。建築工事費は福崎町。卸売業年間商品販売額は豊山町、一部の県庁所在地を上回る数字です。2位は久美山町。学術研究業売上は久美山町、2位は豊山町。教育学習支援業売上は宇多津町、2位は福崎町。製造業アルファ価値額は豊山町。豊山町の解消、2位は久美山町。7試合目、昼間人口比は久美山が圧倒的、2位は豊山。製造業現金給与総額は久美山町。出生数は宇多津町。運輸郵便業売上は久美山町の圧勝、福島市や徳島市レベルの数字です。2位は豊山町。地方税は久美山町、経常収支率は豊山町。久美山町の勝利、2位は豊山町。第7試合終了時点の順位、豊山、久美山が強すぎる、特に豊山。8試合目、小売店数は久美山町、2位は福崎町。情報通信業売上はデータ不足。製造業アルファ価値額は豊山町。教育学習支援業売上は宇多津町。卸売業従業員数は豊山町。不動産物品業売上は宇多津町、2位は久美山町。大接戦を制したのは久美山町、2位は豊山町。第8試合終了時点の順位、豊山町と久美山町の勝ち点差が3、福崎町と宇多津町は勝ち点2桁を目指したいところですが、どうなるか。9試合目、小売業売り場面積は豊山町、製造品出荷額は福崎町が久美山町に競り勝ち。
昼間人口比は久美山町。生活関連娯楽業売上は宇多津町、2位は福崎町。小売店数は久美山町。推薦人口比は富山町。久美山町が富山町に競り勝ち。第9試合終了時点の順位、次がいよいよ最終戦、優勝するのは富山町か久美山町か。10試合目、昼間人口密度は富山町。勝ち打ち昼間人口密度は富山町。小売店数は久美山町。歯科医師数は宇多津町。出生数は宇多津町。1万人あたりの歯科医師数は宇多津町。宇多津町と富山町が揃って勝利。全10試合の最終結果が出ました。富山町勝ち点26、久美山町勝ち点21、福崎町勝ち点10、宇多津町勝ち点8、6回1位、4回2位の富山町が圧倒的な強さと安定性で優勝。最強の人口2万人未満町村ナンバーワンは富山町です。2位の久美山町は1位数は5回と富山町に匹敵しますが、4位も2回と安定性に欠いたのが敗因でしょうか。福崎町はギリギリ勝ち点2桁に乗せるので精一杯。宇多津町も1位1回で精一杯でした。ちなみに富山と久美山は2回戦から同じ組で戦っていますが、上から決勝、準決勝2回戦と並べてみました。実は2回戦敗退の川越町が、最大勝ち点で富山町の成績を良くしているため、川越町は組み合わせ運が悪かっただけで、その実相当な強豪だったのかもしれません。ちなみに優勝した富山町ですが、有名なところでは、イチローの出身地として有名です。名古屋空港もあります。最後まで見ていただき、ありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録などお願いいたします。